今回は大人のべっ甲柄メガネを紹介。ベコラと GB ガバスのプレス漆畑さんに大人のべっ甲柄メガネについてお聞きします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。メガネの定番カラーとしてべっ甲柄がありますけど、べっ甲柄のメガネってどういう特徴があるんでしょうか？黒ほど、強い印象はないんですけど、ある程度肌なじみが良くて、なおかつこう締まるというか、そういう効果もあるので、割とこう使い勝手としては非常にいい色なんですね。これ本当にべっ甲っぽい色ですね。要はべっ甲柄って茶色に符が入ってるようなもので、べっ甲を模してるってことですよね。そうですね。なんかデミ柄とか言いますもんね。はい。黒よりあれなんですか、顔なじみがいいから。そうですね、ところどころやっぱり肌色に近いブラウンが入ってきたりとか、色によってはもっと肌に溶け込むような色もありますし、明るい色ですよね。大人っぽい感じとか高級感もありますよね。そうですね、なんか落ち着いた感じがやっぱり出るので、これがこう大人っぽさとか、一歩引いた感じというか、そういう描き方ができるのかなと。今回大人っぽいデミガのおすすめをちょっと紹介してほしいんですけど、まず1本目じゃあ教えてもらっていいですか？じゃあこの、インパクトが一番強い、マックスピティオン定番モデル。本当にザ・べっ甲柄って感じですね。ちょっと濃いめの柄というか、本当のべっ甲に結構近いというか、リアルさのある色ですね。確かにそうですね。フレンチヴィンテージみたいなデザインですね。そうですね。60年代にデザインされたものをそのままほぼ図面に起こしているので、それも相まってすごいヴィンテージ感がね、しっかり出てる感じあります。ちょっとかけてもらっていいですか？おお、なんか白いっすね。結構太せる感が。そうですね。このモデルはいろいろある中でも特にインパクトは強いモデルですので。そうです。柴田さん、髪切ったんですね。今更ですけど、痩せたって言われるですね。いつものメガネかけてる感じと違いますね。これはどういう人におすすめですか？そうですね、これはもうべっ甲柄を本当にこうちょっと前向きにっていうか、押し出し強くかけたい方向きのモデルかなと思って。スタイリングのアイテムとして。そうですね、アクセサリー的にもうメガネを前向きにかけたい方向きです。でも黒だともっと強いんですか？そうですね、よりこうレトロ感をこう、強くした感じですね。なるほど。次はオリバー・ゴールドスミスのラウンド。これも結構レトロな感じですね。これは実は素材セルロイドなんですよ。あ、そうなんですね。セルロイドが昔からあるプラスチックですよね。そうですね。これはちょっとさっきのちょっと赤っぽいとか明るいんですかね。ブラウンも本当色によって印象が結構変わって。こういう赤みのあるものだと、もう少しカジュアルな感じ。ああ、確かに。トラットな形なので、カジュアルとはいえ、トラット感はちゃんと残りつつ。そうですね。あれは艶っぽい感じですね。これはすごいいい生地な感じがしますね。高級感がべっ甲の生地って出るのも特徴かもしれないですね。そうですね。これはどういう人におすすめですか？そうですね、これも少しちょっとこうアート志向の高い方みたいな方にもおすすめしたいですね。かなり大きいですよね。ラウンドで大きめで、なおかつちょっと太めなんで、割と主張は強めです。ですね。イギリスですよ、オリバー。そうです。昔からこうアーティスト、絵描きの藤田嗣治さんとか、ああいう方ってこうラウンドのちょっと太めのとか、確かに避けてたりとか、そういうちょっとアートのイメージがちょっと出やすい感じかもしれないですね。次はステディというブランドの、すごい綺麗な飴色ですね。これもセルロイドで芯がないんですね。芯なしなんですね。より透け感とプラスチック生地の綺麗さが。セルロイドは硬いから芯なしでも受ける。そうですね。なおかつちょっと太い生地にもなるので、芯金がなくてもかなり耐久性がしっかりある。これいいっすね、すごい。形的には、そんなに癖がなくて、太めでもこうベーシックにかけれるものですね。でもこれも赤みがちょっとあるんですね。そうですね。ちょっとこう透け感がされてみると。芯なしいいですね。なんか高級感もあって、肌が透けてる。でも玉感すごい綺麗ですね。綺麗な玉感ですね。ここはぴったりくるサイズなので、48、21とか。69ですね。すごい癖がなくて割と普通に使いやすいですね。ね、ですよね。初心者向け。次はエローズプラスのサーモンですね。これも結構濃いそうなんですよ。ですね。でメタル部分もブラックになっているんで、ブラックとベッコ、濃いベッコ、ちょっとこう黄色っぽい生地が間にすぐ入っていて、やっぱサーモンとってブロー部分しか新しくないですし、でもやっぱ差が出ますかね、ブローとベッコが。そうですね、ほんのりと差が出るんですけど、はい、ただちょっと濃いめの、こういうデミ柄を使うことで黒っぽいものもイメージでもかけたいみたいな、確かにそういう方でも使いやすいので。なんか黒っぽいイメージだけどちょっとトーンとして、黒でも茶系でもこう合わせられる。遠くから見ると黒っぽく見えるんですかね、それは。そうね、ちょっとこう人と話すぐらいの距離でなんとなくこうべっこっぽい感じっていうのが出る感じで、シルエットは結構黒っぽい。ああ、はい、確かに確かに。サーモンって結構ね癖が強いから、ちょっと弱めたい時は、いいかもしれないですね。そうですね。あと結構男性の着こなしって黒いベルトの時は黒の面が着て、茶色いベルトの時は茶色茶系をかけてみたいなあるじゃないですか。どっちも対応できるみたいな。ちなみにそういうべっこうの眼鏡かけるから茶色ですよね、靴茶色とかそういうことあったりするんですか？結構あると思いますし、まあ僕もそうですね、ちょっと茶系の逆に靴を履いてる時に黒縁かけないかもしれないです。やっぱ避けるんですね。合わせます、セットアップ。時計のベルトとかも基本眼鏡の色と合わせるか、かぶら茶の時は黒じゃない、黒の時は茶じゃないみたいな感じの時は多いですね。そうなんですね。はいはい。次はメタルのちょっと尻尾を使ったリム。メタルのリムに尻尾を施してるんですかね。意外と分かるもんですね、柄が。そうですね、割とこうキラキラね、尻尾ってするので、意外とこの赤みのあるこうデミっぽい色っていうのはそれなりに目立つというか、確かに、なんかアンバランスにいいですね。結構黒だと綺麗に縁ができそうな気がする、この玉型って多角形ですよね。そうですね。まあメタルもあるんですね、そういうね、こうなってありますね。やっぱりこうメタルの素材が入ってくるとちょっと大人っぽさ増すと思うので、デミ楽しみながらなおかつ大人っぽいのっていう、探されてる方にはメタルの尻尾とかもいいと思います。じゃあ次はイエローズプラスのダブルブリッジ。べっこう柄のダブルブリッジ。そうですね、スクエアやベースのダブルブリッジ。やっぱりこう極端にこうドロップとかもしてないんで癖が少ないダブルブリッジです。これでもすごい大人感出るかなと思うんですよね。あ、本当っすね。結構ブリッジのキラキラしてる、対照的ですね。ああ、確かに。べっこう柄を楽しみながら、ダブルブリッジでちょっと男っぽさも出しながらみたいな感じで。でもそこまで太くないんで、大人っぽくかけれるかなと。品のいい感じ。ドヤ感が意外と少ないから。ああ、確かに。ギリギリのとこっすね、それ。リアルにもらえる。もうちょっとごつかったり、金具が主張あると、ちょっとね。どうやっていい？そうですね。調光とか入れてもね、いいかなと思います。確かに。でもやっぱべっこう柄だから馴染みがあるんですね。そうですね。最後はちょっと細身のボストン型。細いですね、確かに。結構丸みのあるボストンですね。はい。アメトラっぽい感じの。僕はアメリカンボストン。あ、いいですね。すごいスタンダードな感じですね。色味も柔らかくていいですね、これ。そうですね。癖のないボストン型でミドルサイズ。はい。いろんな人がかけやすいサイズだと思います。これはあやめのロングセラーモデルの一つです。ですね、ちょっと80年代っぽいです。そうですね。なんか駆け足で7本ご紹介いただきましたけど、なんかいいですね、べっこう柄とか。やっぱり日本人は基本黒髪じゃないですか。はい、だから黒黒だと全体やっぱ重くなるんですよ。そこでちょっとトーンを少し下げるような効果もある。馴染みがいい色ですね。ちなみにこういうべっこう柄どういう形で進んでいくの？ちょっとどこか優しさっていうか、柔らかみをこう出したい、プラスこうちょっと大人っぽさというか、落ち着いた雰囲気を出したいみたいな方には非常におすすめのカラーですね。であとはそのべっこう柄ってなんかこうちょっとこだわってる感もちょっと出る感じなんですけど、そうですね、ヴィンテージイコールこだわりみたいなイメージってあるじゃないですか。なんかそういう眼鏡ちょっと凝ってるイメージみたいなものも簡単に出しやすいみたいな。あ、確かにね。はい、あ、わかりました。ありがとうございます。はい。チャンネル登録もぜひ。